この動画は以前アップした動画の再掲載となっております。その点をご留意いただきご覧ください。皆さんこんにちは。この動画をご覧いただきありがとうございます。今回のお話はこちら。さて、2020年もそろそろ年末に差し掛かってきましたね。ウォーハンマー界隈では、恒例のお得なボックスセットが販売される時期になります。このお得なセット、バトルフォースという名称で販売されているのですが、既存のアーミーから販売されているミニチュアの詰め合わせになっており、それぞれが単品で購入するよりもかなり安くなっているのが特徴です。クリスマス商戦に向けた商品ですが、数量限定で在庫がなくなるとそれまでになります。なぜこのようなバトルフォースのお話を動画にしているのか、その理由は、初心者さんにゲームを始める上でおすすめできるからです。以前作った動画で、スタートコレクティングの話をしましたが、スタートコレクティングで始めるのが通常の考えですが、この時期だけはバトルフォースでいきなり始めるのもおすすめできます。トータルの値段で考えると、バトルフォースの方がお安くなっていることが多いので、初期投資は若干お高くなりますが、後々になってお得だったと思ってもらえるセットになっているのです。特に、大量のミニチュアを投入してゲームする、モブアーミーにはこのセットは嬉しいものです。たくさん買って、たくさん作る必要があるモブアーミーは購入する数が多くなります。それはリアルコスト、財力、が必要になってくるのです。ウプ主もなんとか安く、数を揃えるため、このようなバトルフォースを複数個購入して揃えてきました。と、すでにウォーハンマーを始めている人でも重宝するのですが、難点は限定品ということです。人気のあるアーミーだと、思っているより早くなくなってしまうこともあって、発売された時期に、資金に余裕がないと見逃してしまうことになります。それと、バトルフォースはどのアーミーがその年販売されるかわからないのが難点でもあります。かなりランダムで、自分が欲しいアーミーのバトルフォースが出ない年もあります。なので、アーミーの拡張をしたい時に出てくれるととても助かるのです。そして、このアーミーでゲーム始めたいと思っているアーミーがバトルフォースで出たらチャンスです。何も考えずとも、このセットに入っているミニチュアで大体ゲームできるような内容になってます。値段のお得感、内容量ともに、初心者からベテランまでチェックしておくべき商品なのです。次は、今年のバトルフォースの内容をご紹介します。さて、満足させてもらおうか。今年のバトルフォースは、10種類発売されます。内訳は4種類が、AOS、6種類が、40系、のアーミーから選ばれています。この動画ではウォーハンマー4万のものだけ紹介します。まず当然ながら、スペースマリーン、がラインナップされています。これは4万の主役であるアーミーですので毎回の恒例です。次は、ネクロン、です。今年のスタートセットがマリーンとネクロンのセットになっていることから、ネクロンもバトルフォースに選抜されているのでしょう。今年のスタートセットでウォーハンマー4万を始めた人にとっては、さらに必要なミニチュアが入っている箱だと言えます。3つ目は、アストラミリタルム、です。歩兵と車両2両とセンチネルが入った、インペリアルガードの基本を詰め込んだような内容です。アストラミリタルムは、このボックス2箱か、スタートコレクティングにこれをプラスしてゲームを始めてみるとすぐ楽しめそうです。4つ目は、ケイオススペースマリーン、です。こちらのセットは堅実なセット内容ではないかと思います。大型キットが、ボージフィーンド、だけですが、歩兵中心の構成は初心者向けのセットだと思います。このセットもケイオススペースマリーンの下これにプラスすると、バランスが取れたアーミーがすぐ完成する感じです。5つ目は、タウ・エンパイア、です。このセットは、ミニチュアの総数では、今回のラインナップで最も多く入っています。まあ、ドローン、が14体も入っているので、4分の1がドローンなのですが、しかしながら2種類の、バトルスーツ、と、ピラニア、が入っているので、このセットも基本のユニットがまんべんなく入っている印象です。ただ、スタコレと合わせると、若干火力が不足しているようにも感じます。個人的には、タウのバトルフォースで始めるなら、ここに車両1両を追加するか、この箱に入っていない、バトルスーツ、を追加する方が、ゲームの幅が広がりそうです。最後は、ピラミッド、です。
ウプ主のメインアーミーなので、一番理解しているアーミーですから、この内容については色々考えられます。しかし、この内容はウプ主個人の感想ではとてもおすすめできます。スタコレから始めるよりも、できるならこのバトルフォース2つで始めてもいいと思うほどです。この次に、参考までにバトルフォースがどれくらいお得で、ゲーム的におすすめできるか。ティラミッドのバトルフォースを例にしてお話しします。今年の6種類のバトルフォースの内容は、なかなかバランスが取れていて、ゲーム的にも買っておいて損はないと思います。特にマリーンとネクロンはスタートセットや、インブミプスを購入した方が、さらに軍拡するためにあるようなセット内容ですので、そういった方をターゲットにしていると思われます。気になるアーミーのものがあるなら、お小遣いと相談して購入を検討してみてください。次はより詳しく、箱の内容を見ていきましょう。まずバトルフォースのお値段ですが、今年のものはすべて3万円を下回っています。ティラミッドのバトルフォースで説明させていただきますが、このセットのお値段は、2万9400円となっております。この内容を単品で買った場合のお値段はこちら。何？合計お値段は4万3590円となっています。この差額は、1万4190円。1万4000円分を得ということは、ジーンスティーラーとガーゴイルが、おまけ、になる感じでしょうか。このように金額的には 30% くらいになっているのです。これだけ見ても、かなりお得なセットだとわかっていただけると思います。お値段がお得なのは分かってもらえたところで、ティラミッドのバトルフォースが、いかに買っておくべきか、ウプ主の個人的意見を語らせていただきます。他のバトルフォースの内容についてはは、私より詳しい方がたくさんいらっしゃるので、この動画では、ティラミッドのバトルフォースのことだけ解説します。まずこのバトルフォースの内容ですが、ゲームで遊ぶ上で基本的な、陛下、は揃っています。この画像ではヘッドクォーター ×1、トループ ×2、ファストアタック ×1、エリート ×2 の構成になっています。後でお話ししますが、エリート ×1 とヘビーサポート ×1 にすることも可能です。それでは、それぞれのユニットを見ていきましょう。まずティラミッド不動のヘッドクォーター、ハイブタイラント。このユニットは大体のバトルフォースには収録され、必須ユニット扱いされています。ティラミッドのスタコレから始めると、ヘッドクォーターが、ブロッドロードになるので、そういった意味でも、タイラントの収録はありがたいものです。ティラミッドを長く集めていても、タイラントは何体も欲しくなったりしますし、選択できる武器やオプションが多いため、様々な装備のタイラントを作りたくなるので、バトルフォースの旅に手に入ることは、初心者とベテランどちらも嬉しいものです。トループのジーンスティーラー16体は、単品の8体入りが2つ分です。ジーンスティーラーはルール上、5体が最低人数で1ユニットを構成しますので、細かく分ければ、トループ枠を3つ埋めることもできます。スタコレから始めた場合、ジーンスティーラーは24体になり、しっかりしたトループユニットになります。ゲームで接近戦が強く調整されている今の環境では、ジーンスティーラーの選抜は嬉しいものです。ファストアタックはガーゴイルです。ティラミッドのファストアタック枠の基本ユニットであるガーゴイル。このバトルフォースに、ゴーントが入っていないため、ガーゴイルが壁役兼おとりとして入っているのでしょう。10体しか入っていないので、このままでは本当に壁にしかならないと思いますが、ファストアタック枠で一番無難なユニットなので、持っておいても損はありません。真剣に運用するなら30体で運用するのがいいですが、これは後々でもいいでしょう。次はハイブガードです。このようなボックスセットにあまり選抜されないミニチュアなので、今回は珍しいチョイスです。しかし、このユニットは現在のティラミッドアーミーで最も射撃能力が高いユニットで、遠距離戦の弱いティラミッドにとって、とりあえず射撃を強くしたい場合は、これ、という立ち位置のユニットです。その昔はレジン、メタルで1体ずつ販売されていたのですが、今は3体セットでプラ製、しかも、タイラントガード、とのコンパチ仕様になっております。この箱もハイブガードとタイラントガード、どちらか選択して制作できるようになっており、どちらを組むかで、この箱の戦い方が変わってきます。現実なのはハイブガードですが、タイラントガードを制作して、徹底的にハイブタイラントを守る戦い方でも面白いです。
タイラントガードは、感覚的にはハイブタイラントの、外付けの HP、という感じです。別ユニットなのですが、ハイブタイラントに対する攻撃を徹底的に防ぐのがタイラントガードの仕事。一体でもタイラントガードがいると、ハイブタイラントが格段に落とされにくくなり、シナプスクリーチャーとしての仕事をこなしやすくなります。ガード、たちのキットは用途が全く違うユニットのコンパチですので、後々増強する際にも、この箱であらかじめ1ユニット作ってあると、長く使っていけます。最後は、ハルスペックス、と、エグゾクラインのキットです。ガードと同じく、ハルスペックス、か、エグゾクラインのどちらかを選んで製作するキットです。箱に映っているのが、ハルスペックスです。これも、全く違う性能の大型ユニットで、どちらを製作するかでこの箱での戦い方がガラリと変わります。ハルスペックスは近距離射撃と白兵戦向きユニットで、敵を倒すと傷が回復するなど、耐久力に趣が置かれています。エグゾクラインは、完全に遠距離戦に趣を置いたユニットで、ハイブガードと共に、ピラミッドの遠距離戦要員になっています。正直に言ってしまうと、エグゾクラインを制作する方が多いと思います。ゲーム的にもエグゾクラインの能力が、他のピラミッドユニットの穴を埋める良い性能で、登場当初から、ガチ編成で使われています。一方のハルスペックスは、悪くない性能ですが、コンパチ相手が強すぎるため、あまり見ない印象です。おそらくハルスペックスがエリート枠なのが大きな問題なのではと思います。先ほどのハイブガードたちもエリート枠なのですが、ピラミッドはエリートたちが、どれも優秀で、激戦区なのです。その中でハルスペックスを、優先的に選ぶ必要があまりないのが正直なところです。一方、エグゾクラインは、長射程、高威力、高貫通の武器と、自身の命中向上能力で、他のユニットにできない役割ができるのです。ハルスペックスは、見た目は最高にかっこいいので、ガンガン投入したいのですが、キットの値段が高すぎること、コンパチ相手が強すぎることで、後回しになりやすいユニットです。今回のバトルフォースに、このキットが入っているのが、ウプ主的には一番目玉だと思います。お得に数を増強しながら、ハル、か、エグゾ、が手に入るのはなかなかないからです。いっそのこと、この機械にハルスペックスを作ってあげて、この箱を完全接近戦構築でゲームデビューしても面白いと思います。こういったセットボックスに入ってこないと、自分から買ったり、作ったりしないミニチュアも多々あるものです。ガチ編成を考えると、エグゾクラインとハイブガードの遠距離ユニットを制作して、接近戦をジーンスティーラーとガーゴイルに任せると、このバトルフォースはとてもバランスが良くなります。しかし、値段的にお得なので、ロマン編成に偏らせてみるのにも、いい箱です。長々とお話ししましたが、今回のピラミッドバトルフォースは、今までのものと少し違う。初心者とベテランのどちらも、数を揃えておきたいミニチュアが入っておりますので、余裕があるなら買っておくべきだと思います。嫌な話ですが、ミニチュアの値段が年々高騰してますので、安いうちに買いだめするのは、ウォーハンマーでは有効な軍拡方法でもあります。ピラミッドではここ数年あまりないですが、絶版になると入手が難しくなります。安く買えるものは、買っておくのが賢いと思いますので、バトルフォースで、ウォーハンマーを始める、さらにアーミー増強するのを強くお勧めします。今回はバトルフォースを買うべき理由を動画にしましたが、毎年のことながら、人気のあるものは売り切れが早いので、この動画を制作して、アップしている段階で買えるかわかりません。気になったらすぐチェックしてみてくださいね。それでは、今回はここまでです。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。よう、ここまで見てくれてありがとうよ。せっかくだからよ、俺たちの戦組に入っていけや。チャンネル登録と、他の動画も楽しんでってくれよな。このチャンネルでゆっくりしていけや。